アヒージョにアメリカンドッグ、スープグラタン、お餅がおしゃれに大変身です。今日はお餅のバラエティ料理3品紹介します。わー、すごい、3品ですよ。はっちゃんすごい、見て、はい、ね、ちょっといただきます、はい、はっちゃんがいただいているのはスープですかね。お餅が入ってるスープということなんですけど、野菜の美味しさがすごい、これ濃厚ですよ。本当ですか、美味しい。私はこちらきのこが、きなこが振りかけてありますね。アメリカンドッグみたいな。ちょっとこっちに行ってみます。お餅が、お餅、食感が不思議、中にお餅が入ってる。甘いんですけれども、うん、なんだろう、食べ物のような。行ってみます、うん、濃ゆいかと思ったらあっさりで美味しい。どうですか、うん、会話が止まりません、うん、美味しいです美味しい。では早速作り方を教えていただきましょう、うん、今日の講師はホテルニュー長崎の名誉総料理長、川端明さんです。よろしくお願いいたします。お餅が洋風に変身しますね、はい、今日はそうですね。3品ということで、早速アヒージョから教えてください、はい、では作っていきましょうかね。はい、今日は切り餅をこのぐらいの小さめに切っておきます。はい、はい、1枚使うんですけれども、1センチ角に切ってください、はい、そしてこれを油の上中で、ね、揚げます。はい、はい、170度ぐらいにしておいてください。だいたい170度の油でこのように揚げていきます。はい、さあ今回揚げながらですけれども、はい、アヒージョということで、お隣の方では、そうですね、オリーブオイルを今、うん、冷たいままからニンニクを、焼いてます。はい、これぐらい軽く色がついたら唐辛子を入れますね。はい、はい、これで、はい、お願いします。はい、これからこの中に、茹でたエビ入れますね。はい、まずは小エビですね、はい、軽く塩茹でしておきます、はい、そしてちょっと焼いたマッシュルーム入れます。はい、これそれぞれ茹でたり炒めるのは理由があるんですよね。そうですね、この油の中でパチパチこう水が飛んじゃうと、うん、ちょっとね、やけどしたりするので、はい、ちょっと水分を取るために茹でて、しっかり、水気を拭いていただければと思います。はい、はい、でもお餅はこのように上に上がってきたので、本当だ、揚げます。カリッとこのようにお餅が上がりました。はい、準備 OK ですね。はい、準備 OK です。じゃあこれでね、必ず火が入るまで焼いてくださいね、うん、はい、火の調整はご自分でこうしていただければと思います。一度軽く火を通しているので、そうですね、すごく仕上がりも、そうですね、時短になりますよね、はい、もう早く揚げるためにはもう完全に火を入れておいた方がいいと思いますね。はい、じゃあこの中にお餅入れますね。はい、はい、揚げ餅が入っていきます。はい、アヒージョはパンにつけたりしていただきますけれども、そうですね、今日はお餅で、そうなんです、結構美味しいんですよね。うん、はい、じゃあこれでちょっと油を含ませます。はい、はい、じゃあ最後の、仕上げをやりましょうかね。はい、お塩、軽くお塩で味付けします。はい、小さじ1/2です。そうですね、先に振っといても構いませんけども、後からでも大丈夫です。はい、はい、このように、振ったら次にちょっと一回、火を止めますね。はい、ここで火を止めます。ここに白ワイン入れます。白ワイン小さじ2です。はい、ちょっとこうくつくつしてきますので、あとお醤油を入れます。お醤油が入りますね。はい、お餅のお醤油合うの で、うん、でこの上に今度あしらい物でパセリとかあったらね、でいきましょう。はい、イタリアンパセリ適量です。はい、もうあと余熱で、どんどん通るのでこのままで結構です。はい、はい、まずは一品目、はい、お餅のアヒージョが完成しました。はい、さあ続いてなんですけれども、はい、アメリカンドッグですね。そうですね、まあ、先ほどみたいに切ったお餅の上に、はい、ソーセージ、お好みのソーセージを乗せてください。はい、輪切りにしています。はい、ちっちゃめでいいです。このソーセージはちょっとうちのホテルで作っているソーセージです。あー、なるほど、味わい深いソーセージを組み合わせて、ね、これを刺します。はい、こんな感じですね。すごく見た目が可愛いです。はい、こちらを今度はですね、市販されているホットケーキの素をこれにつけます。はい、卵や牛乳は表示されている分量通り合わせてください。そうですね、はい、これで衣を巻きつけて揚げていきます。一口サイズの可愛いアメリカンドッグなので、お子さんもすごく喜んでくれそう。そうですね、ね、
パーティー感覚でこのようにぜひ一緒に作ってみてください、はい、じゃあこのように揚げていきましょうね、はい、こちらも油の温度はだいたい170度くらいです、はい、170度で十分大丈夫だと思います。はい、きつね色になるまで揚げていきます。そうですね、ちょっと揚げていきますね。もうちょっと待ってください、はい、サイズが可愛いのであっという間に色づきも早いですね。そうですね、まあ、あの小さいので火もすぐ入るので、うん、まあ、あの便利かなと思います。はい、例えば他にもソーセージ以外とかでも組み合わせは自由ですか？結構ですね、うん、餅とか、うん、あとお野菜も美味しいですし、もう、うん、あのソーセージじゃなくて他のも全然大丈夫ですね。はい、もうこれぐらい色ついてきたら大丈夫です、はいはい、さあ通常アメリカンドッグはケチャップで味付けしますけれども、そうですね、今日はちょっと変えましょう、はいはい、こちらですね、今日は きな粉をちょっと準備しました、はいはい、きな粉、砂糖を少し加えて甘めの味付けにしております、はい、きな粉をつけて置いていきます。これがまたいいんですよね、ソーセージのこの塩気ときな粉の砂糖との甘さ。美味しいですもん ねきな粉は、はい、お餅にはやはりこの組み合わせですね。そうですね、うん、さあこうして可愛い、はい、もうお好みでたっぷりの方はたくさんつけてもらって結構です。はい、これで、はい、はい、これでアメリカンドッグの完成となります、はい、さあ最後にもう一品教えていただきます、はい、それがスープグラタン。はい、はい、じゃあごめんなさい、そのボールを、はい、こちらですね、はい、じゃあ市販されているスープですよね、はい、お好みのレトルトスープで結構です、はい、今日はすいません、ホテルニューナガサキの持ってきました、はい、オリジナルで作られております、はい、あ、ごめんなさい、ミネストローネ、ね、そうですね、ミネストローネですね。これをまあ、ちょっと耐熱の器かなんかでも入れていただいて、はい、こういうふうに移します、はいはい、そして登場するのがお餅になります。そうですね、お餅はもう今度は小さめに切ってもらった方がいいと思います、はい、でこれをパラパラと置きます、はい、あとチーズですね、これで、チーズを振っていただいて、とろけるチーズ、はい、でこれでオーブントースターの中にもう軽くあの溶ける程度でいいと思います。はい、温めると完成です、はい、今日は川端さんにお餅で3品教えていただきました、はい、お餅のアヒージョにアメリカンドッグスープグラタンです。ぜひ皆さん家庭でもお試しください。では材料紹介します。お餅のアヒージョ2皿分です。切り餅1個、小エビ8匹、マッシュルーム3個、ニンニク 6g、唐辛子1/2本、塩小さじ1/2、醤油小さじ1、白ワイン小さじ2、オリーブオイル大さじ6、イタリアンパセリと揚げ油は適量です。続いてお餅のアメリカンドッグ4本分です。切り餅1/3個、そしてソーセージ1本、きな粉、砂糖、揚げ油、ホットケーキミックス、卵、牛乳はそれぞれ適量準備してください。お餅のスープグラタンはお好みのレトルトスープに、切り餅ととろけるチーズ適量上からかけて温かくしてお召し上がりください。